瑠璃寺は長野県下稲郡高森町にある天台宗の寺院。三号を大島山、陰号を祐院と称する。平安時代の天平三年比叡山地クリーンの関誉蘭僧図が創建と伝わる。本尊は薬師如来である。平安時代の天平三年比叡山地クリーンの関蘭蘭僧図が東国境家のためこの地に来て、 二王山の間の洞の樹冠に出現した、薬師如来に感動したのが創建の始まりと伝わる。創建当時の寺地は、現在道書と呼ばれ、現寺地より約2キロメートル大島川の上流にある。道書より、さらに上流には、不動明王を勘定し命名した、不動滝がある。当時は三景の信者が後を絶たなかったと伝わる。 本尊薬師如来像と両和寺の日光菩薩像、月光菩薩像は、回帰以来秘物として暗記され、平安時代後期の作で、昭和9年、1934年国の重要文化財に指定されている。見誉れ僧図のサビ後数十年、無重の時があり、元略元年比叡山より宝城商人が来住し、荒廃したがらん、谷深く、道険しい場所より村里に近い、 現在地で再建復興を図る。文治2年同等、ガランを造営する。鎌倉時代には、将軍源、頼朝の外護により、寺院の規模は一層強固になる。建久8年鎌倉幕府の祈願書に選定され、桜苗を寄進される。戦国時代、永禄、元気の間、永山東東小学院の重森総長が、東る理事の住職を検体した。武田氏、 上杉氏の祈願書として、治療を安堵された。天正10年を出しの稲軍侵入にあたり、陛下により同等は消失したが、時の住職英文法院は、本尊薬師三尊蔵等を、奥の陰道所へ避難させた。江戸時代慶長11年、飯田城主、小笠原秀政の外語を得て、避難場所に同等を建築再建した。その後、 官営元年第48世新王法院の時、再度現在地に移転している。江戸幕府の基礎も確立し、平穏に向かう中で、村里に近い現在地に再移転したと推定される。御朱印城は三代、徳川家光を最初に旧通の写しが、瑠璃寺に残像する。中部49約司令状16番札書。稲西国33書の第33番札書。 長野県下稲郡高森町大島山812ありがとうございます。